本校の書道部は顧問の後藤先生、斉藤先生のご指導のもと、部員一人一人が自らを高めようと努力しております。本日は遠藤京先生からご講話をいただき、その後民法、富士、文法、古道、剣引の実演、生徒の作品指導をいただけると伺っております。限られた時間ではございますが、本日参加させていただいている生徒教職員一同、大きな学びの機会として、本日学んだことを今後に生かし、さらに精進してまいりたいと思いますので、ご指導のほどどうぞよろしくお願いいたします。左右が上に上がって、真ん中がへこんでいる。こうすると、大体犬はかっこよくできます。迷ったらこういうパターンで、インコを作ってみてください。この部分をつまり下げるってことですね。で逆に、この両サイドを上に上げる。こういうふうな表現方法をすると、インは結構簡単にね、まとまっていきます。さあ、書いてみましょう。最初に字じゃなくて、まず輪郭、篆刻の方では正確には偏円って言いますね。ですから周りから輪郭から書いていきましょう。最初に文字を書いて偏円を後で書くと文字の方が大きくなって縮めなきゃいけませんので、先に偏円を書いてそれから文字を書くようにいたしましょう。字を書いてる時っていうのはね、書道じゃない。これは絵だと思ってください。書いたり消したり書いたり消したりして、で自分の理想的な造形を作っていく。書道のいいところは瞬間的な感情、感性を作品の上に表現していくって非常に得手なんですね。ところが増えてな面もあるんですよ。これは長時間かけて自分の 芸術哲学っていうんでしょうかね、そういうものを長時間かけて作品の中に込めていく。非常にこれ書道苦手なんですね。で彫刻とか油絵っていうのはむしろその後者の方の長時間かけて自分の美的哲学を作品に込めていくものがうまくいくんです。篆刻というのは長時間かけてそういうふうな美に対する哲学、真の美を追求するっていう点においてもできます。今度は印刀を持った時に、これは印刀は別名鉄筆、鉄の筆っていうふうに言いますように、筆順、筆路に沿って一気呵成に彫る。ですからこれは書道的なこともある。印刀を持ったら今度はね、書道ですからちょろ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 と削ってないで一気呵成に切る。そういうことになっていくと篆刻がその美術芸術の中で頂点に立ってもいいような芸術なんですね。皆さん方はまだ経験が浅い、ちょっと印材の高さにも慣れてない、ですから非常に不安定ですから捨てのみっていうのをいたしましょう。ちょうどこれは広いところに、空間がありますからね、こういうちょっと手前から掘っていきましょう。で最後に 3回目から4回目ぐらいでギャーッとこう掘っていくわけですよ。そうすると、安定して深い線が掘れます。深い線がどうしていいのかなっていうことが一つの、疑問になる人も、出てくると思います。浅くとも深くとも
陰面と陰線がくっつくところは一緒じゃないかと。だったら苦労して深く掘る必要はないんでしょうっていうようなことになるんですけれども、これがね、不思議と深く掘るといい線になるんですよ。なぜか皆さん方は楽器の中で弦楽器っていう楽器があるのは存じていると思うんですけども、その代表的なものはバイオリンっていうのがありますね。バイオリンは糸と弦がこう擦り合わさって出てくる音じゃないんです。実はあの空洞の中に支柱を通して音が響いていって、その空洞の中に部屋がいくつかに分かれていて、そこで反響したものがあのフラットのところからこう出てくるんですね。糸と糸が擦り合わさって出てきただけの音ではなくて、それは一旦中にこもって反響してくる。天国も一旦掘ったところの面と面じゃなくて、実は取り払ったあの白い部分がどういうふうに陰霊の離れを引き起こして鮮やかな作品になるか、だらっとした作品になるかっていうのが分かれてくるわけです。ですから丁寧にそこを残そうと思って掘るとうまくない、形は良くなっても、いかに鮮やかに取り払うかっていうところに着目して陰頭を運ぶようになれば天国はすぐ満開。まあ基本的に上から下に掘ってきますから、今引きと今度は上から下ですから押しと、これにこう使い分けられれば本当はいいんですね。ですから女性の方はこうやってね、今表現している主分印っていうのは書道でいうとね、これかすれの表現が非常にね、表現しやすい、方法なんです。で、丸いところも丸く掘ってません。直線的に掘ってます。こう丸くね、ぎゅーっとくるとね、遠心力でね、力が逃げてきます。直線を小刻みに連続させることによって強い線を表現する。陰線どうしてもあの画線紙って毛羽立ってますから、陰を押すときに爪でちょっとあの毛羽立ちを押さえるとよくつきますね。陰泥の上で陰材が止まらないようにしてください。ちょうど拍手をするとき、こういう調子で陰泥をつけてください。はい、完成。陰っていうのは所有以上にこの空間っていうのはものすごく狭いわけよ。ですからそこをなるべく共有しないで、お互い違うところを目指していった方がいいと思うね。つまり中を広くして入り口を狭くする。文字もね、これ縦線を細くして横線を強調すると、それだけでかっこよくなるんだよ。
この線がこの中の生命線ね。この線は段落収まってればいいです。この線が主人公。完成されて完成に近い。でこれをさっき言った両サイドを上げて真ん中を低くするっていう方法で収めてみましょう。そうするとここはくっつかない方がいいな。ここはくっつかない方がいいな。で逆にそのまま収まらない。そこでだ、こういうことをしたいのね。あまりも知りたくないんだけどね。あんまりやらないんだよ。こういうことになっちゃったの。転書練習ってのは非常に原始的な書だから墨つけた時に強く出るのよ。ここ軽く組んでしょ。左重視。これに対してどうですか。返しは右重視ですから線の配分なんかもどっちかって言ったら左重視に持っていった方がいいね。足の長さを見せたいんだからさ、もっとぐわっと足長くして人が分からないようなやらないようなことをやる。先生の言ったことをきちっと守ってきちっとできる子っていうのは僕の頭の中だとね普通の子なんですよ。先生が右に行けって言ったらどうして左に行っちゃいけねえんだろうってことも考えた方がいいよと私はそうでした。まあ、天国なんてのはさ一番最初に言ったように1ミリの何分の1、何十分の1かを太いとか細いとか右とか左とかっていう芸です。変だとかおかしいとかって言われてもそれは褒め言葉だっていうぐらいにね思ってください。本日はお忙しい中小村台高校にお越しくださりありがとうございました。こうして遠藤先生の解説を聞きながら世界に東方を見られたことは私たちにとって大きな学びになりました。普段生活している中での事柄も絡めながらの解説はとても聞いていて楽しかったです。これから毎日書道展に向けて全国作品の制作をしてまいりますが参加者一同先生に教わったことを生かしながら試行錯誤を重ねていきたいと思います。本日は貴重なお時間を本当にありがとうございました。全員で挨拶をするので提出してください。些細なものを受け取っていただき、お土産はデスクの。いいね。ありがとうございます。すいませんね。どうもありがとう。気をつけ。で。頑張ってね。ありがとうございました。自分で構成したものをさらに後藤先生に直してもらって、でもそこで出てこなかったアイディアとかがまた遠藤先生になってそのアドバイスとかをいただけたので。新しい発想というかそういうのがすごい楽しくて楽しく学べました。これからも私は書道の道に進もうと思ってるんですけど高校の後藤先生やその外部の人から学んだことをさらに今後の作品にも生かしてさらに良い作品を作れるように頑張りたいなと思います。